来た。いや、なんか挑戦してるのか。ちょっとなんか投げないで、ね、ボム投げようとしてる。ダメ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 、ボム投げないで。はい、どうもです、本日は縄張りバトル、ショットル鉱山で引き分けを久しぶりに狙っていきたいと思います。前に達成したことがあるんですけど、まあ、それもなんか2年前かな、結構前なんですよ。なので今回は久しぶりにこのゴールデンウィークを使ってショットル鉱山を引き分けにしていきたいなと思います。よろしくお願いします。塗る場所をまず確認しよっか。まずここ動画撮るんじゃなくて、まあ、撮ってますけども、ちょっと一回確認、自分が塗るところをね確認した方がいいよね。まあリハーサルみたいな感じで、これで引き分け取ったら悔しいんだろうな。いやでも気持ちいいのかな、どうなんだろう。でちなみに真ん中の線引く人、ここですね、ここの真ん中の線引く人はね、もう決めとこう最初に。まあ俺だな。まあ俺と相手チームだと、え、ノバブラスターだって言うんだけど、ちょっと待って、ノバどこだ、ノバノバ、ヒレオ、ちょっと濡れ気ないだろヒレオ、ペチ塗りね。こうやってあのイカのペチペチで塗ることをペチ塗りと言います。ペチ塗り頑張れ。ナイス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 、ここ頑張ってるって。ヒレオくん、ヒレオくん、ヒレオくん、そこ全然濡れてないよ相手。あー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 あああ、これ絶対引き分け無理だろう。お、ピンクチーム何してんだよ。ピンクチームヒレオくんがノバだから差がついちゃった、差がついちゃったよ。まあでもリハーサルなのでこれで分かったから。はい、ということで引き分けを狙っていきましょう。多分2年ぶりかな、あんま確認してないんですけど、まあ一度や二度はちゃんと引き分けになってるから、まあさっきのちょっとねリハーサルしたんですけど、リハーサルで自分が塗る場所確認できたので、はい、これ結構期待値高いと思うよ。期待値結構高いよこれ。なんならもうこの1回目でもう 100% じゃない、じゃない、49.9 か、あれ半分ってなんだっけ、 49.9 が2個作れればいいんだよね確か。はい、ということで頑張りましょう。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、あ、真ん中いいじゃん、え、すごい、とてもいい。じゃあちょっと手伝ってあげようか、まだ濡れてないとこ手伝ってあげて、で濡れ残しないか確認しよう。 OK です OK です、こっちが OK です。真ん中はみ出てない、え、めちゃくちゃ綺麗じゃない、真ん中綺麗だよねこれ。あ、完璧、あ、これいったわ。あ、ちょっと出てるか、ペチ塗りで一回戻してね、これちょっと戻して、 OKOKOK、 完璧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 、あ、行ったわ。あ、引き分け。引き分け行った。ちょっとマップ見て塗り残したくないか。ないよね、これ。行ったな。行ったぞ、ヒレオ、これ。これ行ったぞ。来た。いや、なんか、挑戦してるのか。ちょっとなんか投げないで、ね、ボム投げようとしてる。ダメ、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 ダメ。ボム投げないで。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。危ねえ。え、これ行ったよな、引き分け来い。あはははは、惜しい、あ、惜しい、めっちゃ惜しい。え、0.1% じゃ、0.01% だ、惜しい、めっちゃ惜しいじゃんこれ。さあ、2戦目が始まりました。これ意外と神経使うからね、思ってる以上に疲れるんですよ。なんかボム投げてる人がいるぞ。あーあーあーあああ、ここ汚しちゃった。ヒレオだな、これ。さっきのヒレオだな。さっき投げれなかったから、今投げたんだろうな。あれ、さっき真ん中すごい綺麗だったね。今回難しいですね。よいしょ。ペチ塗りがやっぱ優秀。
とこのバルーンの下とかねしっかり塗って、あ、いいねいいね、ヒデオくん、なんかちょっと出てる、オッケーオッケーオッケー、あ、いいねいいね、これ一緒にやっていけばなんとか、え関係ないとこ、あ、よく見つけた、ナイス、塗り残しが、相手チーム塗り残しが塗り残しが、ちょうちゃんこが見つけてくれた、ここ塗り残し、塗り残しが、ここ塗り残し、塗り残し、ヒレオくんナイスナイス、ヒレオくんナイス、よく頑張った、いや、よく見つけた今、これが決まるよ、これで、ね、ははは、そう惜しい、何がダメなの、よし、はい、よろしくお願いします、ショッツル鉱山、3回目になるのかな、今回はちょっと作戦がありまして、さっきも言ったんですけど、真ん中をローラーでコロコロ、え、でもさっきよりポイント多い、さっきより全然違う、全然違う、可能性を感じる、え、てか 0.01% ってどこに行ったの、さあ4回目になるかな、さっきの作戦結構いい線いってたと思うんだよな、ポイントの数が1個前と比べて上がってたん、 0.01% でも上がってたから、これは成長よ、成長だから可能性は感じる、なのでそのままローラーできました、ちょっと真ん中引いてきますね、ゆっくりいかないとね、水しぶきがね、水しぶき、インクのしぶきがね結構飛び跳ねちゃって飛び出しちゃうんですよ、こんな感じ、ああ蛇行しちゃった、はみ出ちゃったの教えて、あぶねえ、あぶねえ、間違えて振ったの、おお、ギリギリ、やばいやばい、あ、見た見た、いける、いや、我々ならいける、ここで一発決めだろう、クソ、ちょっと待って、ポイントも惜しいな、あとちょっとなんだけどな、いや、マジか、さあ、もう何回目か数えるの忘れてしまいました、頑張っていこうと思います、なんかね、可能性だけ感じてるから、うん、希望だけあるんだ、希望がゼロってわけではないの、だからあとは忍耐力だね、俺の忍耐力もそうだけど、うん、手伝ってくれてる視聴者の忍耐力もそろそろ精神的に疲れてきてんじゃないかなって、ああまだダメだったかみたいなね、ごめん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 、希望だけあるんだ、希望がゼロってわけではないの、なんなのこれ、なんなのこの 0.01% ってどこから生まれてんの？何これ、疲れた、もう疲れた、ああ多すぎたか足りない、足りないの、これで足りないのか、はい、もう本当に何回目か分かんなくなってきました、もう50分経つんですけど、ラスト、このマッチでラストにしたいと思います、でもラストで決めたらかっこいいよねラストで決めたらかっこいいんだ、スプラトゥーンが発売されてからまあもう4年ぐらい経つんだけど、最初の方はなんでできたんだろう、なんで引き分けできたんだろう、本当に一回合成でしょって言われたからね、そんな編集技術ないのに当時の俺だから今もか、当時の俺も今の俺もそんな技術ないのにさ、合成ですよね、ちゃんと白状してくださいみたいなコメントあってで、それはやだと思って編集してない無加工の動画を一回上げたことが、あー、いい、懐かしい、すごい懐かしいすごい懐かしいや、疑われたもんな、めちゃくちゃ、そんくらいの偉業だったんだよね、当時は誰も引き分けをやったことがなく、多分世界初じゃん、引き分けにしたの、世界初だと思うんですよ俺、し
かも企画中にたまたまなったとかそういうのでもなく、たまたま企画中になりました。すごいでしょ、世界初なんですよ。世界初を再びやりたいんだけど、今回がラストとなりますね。頑張ろう。ちょっと直せるよこれ。今テロ行きたい。ありがとう。さっきみたいなの作るか。あ、ヒレオ君が戻してくる。さっき足りなかった。これでも足りなかった。いや、気持ち多めでしょ。え、これでどう？さっきより多いよ。あ、ここ濡れてない、ヒレオ君。ここヒレオ君濡れてない、ここ。ここ。ヒレオ君ここ濡れてない。ヒレオ君。え、これ飛び散っちゃうんだ、インク。めっちゃ攻撃されてる。え、ラストこんなんでいいの？飛び散ってないか、インク。大丈夫？